広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。ライライチューチューポケカリム中、どうもレチューカーです。ヨクルトです。ナナプルです。本日は発売前のファッションパック変幻の仮面一目開封。やったー、楽しみすぎ。嬉しい。はい、まあ、僕はねオーガポン EX4 種類いるんで、どれか1種類でも見れたら嬉しいなと思ってますよ。うんうん。なんか狙いはあるんですか？ゴリランダ、なぜならドラマーポケモンだから。なるほど。はい、ナナプルはカミッチュ、なぜなら好きだからなんですけど、はい、あのね、スグリトセイユめっちゃ好きなんですよ。はいはいはい、そう、めっちゃいいキャラしてて好きなんですけど、スーパーレアとか欲しいです。確かに、うん、じゃあね、早速開けていきたいと思います。ではナナプル開けていきます。はい、まずはチャです。コインカっぽいところにいるんですけど、このね丸い窓みたいなところから、うんうん、なんか入ってきちゃってる感じしますね。うん、なんか和風だね。うん。そしてナミルカ、わあ、カラフルでめっちゃ綺麗。うん。コリンク、めっちゃポーズがめっちゃ可愛い。好奇心しかない顔してる。ね、ウキウキしてますね。いや、神いっちょ来た。 お祭り読んと思ってますね。え、これさ、リンゴ飴と一緒に並んで可愛いね、めっちゃ。特製のお祭り温度なんですけど、お祭り会場っていうスタジアムが場に出てれば、持ってる技を2回連続で使えるってことで、この友達のも2回連続で使えちゃうかもしれないというね、強いですよね。はい。そして次がボスゴドラでした。では4パック開けていきます。まずダルマッカです。おー、このイラストいいね。ね、なんか色合いがパキッとしてて、うん、なんかめっちゃヨピ好きそう、この色合い。これ好きだな。うん。そしてドッコラ、うん、おー、頑張ってね、運んでる感じですね、うん、全力パンチ、うん、で、不思議で、うん、背景がすごい、なんかすごいね。いや、なんか後ろさ、光ってる、うん、後ろのカード、あ、光ってる。本当だ。これちょっと気になるんだけど。気になりますね。不思議でした。うおー、オーガポン緑のメイン X 来ました。いいですね。4種類のオーガポン EX のうち、まずね、1種類目来ましたよ。うん。特製の緑の前で草エネルギーをね、つけていけるのがすごい強いですよね。うん。もうね、ここにいるオーガポン可愛いんですよ。そうだね。うん。仮面の部分がね、大きくバーンとは出てるけど、うん、オーガポンの可愛さもね、感じられますよね。はい。そして、ヘラクロスです。お、このイラストいいな。なんかいいですね。ちょっと影なのかな、うん、うん、木の影とかにいるのかな。うん、そのなんか目がちょっとどこか見てる感じも可愛いですね、うんうんうん、なんか明るすぎないムードがいいですね、うん、そうだね、日陰で休んでるのかもしれない。うん。はい、ヒンバスです。うん、ジタバタ。そしてオバチンキ来ました。どんどん大鼓。バトルポケモンが特製お祭り温度を持っていたら、好きなカードを手札に加えられちゃう、めっちゃ強い特性持ってます。うん、好きなカードってもうね、うん、強いよね。強すぎる。何に1回使えるだから、まあお祭り温度を持つポケモン軸で戦っていけば、うん、毎晩好きなカードを持ってこれちゃう。うん。そしてイラストもお祭り感、どんどん大鼓感があって、いや、いいよね、めっちゃいいですね。はい、白ですな。もう綺麗なイラストです。ヘンドラ。おお、こっちもね、なんか夕日っぽくて、うん、すごい綺麗です ね。相手のポケモンの残り HP を10にしちゃう技もね、非常に強いです。お、すぐに来ました。バトルポケモンを電池ポケモンと入れ替える効果と、ポケモン EXV に与えるダメージがプラス30されるっていうね、2つから1個選んで使える効果になってます。これは戦術の幅が広がりますよね。うん。いや、すぐに当てたかったんで嬉しいです。うん。チリン、お帰りチャイムでポケモンを返してくれるんやで。お帰り。これ、ね、お家の中のスケッチブックにチリンっぽいイラストが描かれてるんですよ。ちょっとね、見えるかわかんないんですけど。一緒に住んでるトレーナーの方とかが、うん、ね、チリン大好きで描いてくれてるのかもね。ね、チリンも心なしかすごい嬉しそうな感じがしますね。そして一文字、あ、可愛いですね。安い家の周りをよちよちと、うん、よちよちしてます。トサキンと来ました。お祭り運動を持ってます。イラストもめちゃくちゃ綺麗で、花火がもうパーンっていっぱい上がってます。うん、真夏って感じ。うん。そして水面にもね、その花火が映し出されてて、カラフルでめちゃくちゃ綺麗です。そしてオゼイユ、 お姉ちゃん来ました。で、なんとサポート先行プレイヤーの最初の番でも使えちゃいます。まあ、ゼイユを使ってガンガン攻めていきたいですね。うん。スグリについてね、ゼイユも当てちゃいました。そしてミロカロス、美しい、ね、美しすぎます。うん。そしてポチエナ、おー、かわいいな。かわいい、なんかでもちょっと威嚇してる感じの表情がありますね。そしてケイシー、おー、黄昏れてる感じ、ちょっと哀愁感じるね。うん。
続いてニョロゾーです。うわ楽しそう、うん、この後ろの提灯みたいなやつにも炎のマークとか水のマークとかね、いろいろ描かれてて細かいとこまで見るのが楽しいです、うん、そしてキチギギス来ました。特エネルギーがついていればコインを投げて表だったらダメージを受けないっていうね特性を持ってます。イラストもね怪しい感じの迫力がありますよね、うん、そしてブロロロームでした。はい、5パックいきます。まずサルノリです。ニコニコ、ね、ウッキャウッキャしてますよ。かわいすぎますね。そしてエイパム、なんかさ、サルっぽい子たちがレンちゃんですね、うん、しかもさ、お花お花かな、めっちゃすごい綺麗ですね、うん、お花見してるのかもしれないですね、うん、この季節にぴったりかもしれません、うん。エモンが、これかわいいな、かわいい、飛んでます。なんか後ろの灯台とかさ、うん、なんかお家みたいなの描き方も優しくてですね、うん、非常にいいですよ ね、なんか丸っこくてかわいいですね、うん、そして、お、迫力あります、アラブル竹来ました、うん、続いてヒヒダルマ、おお、なすごい、なんか丸がいっぱいあります。なんだろうねこれね、うん、果実みたいなのを うん、このヒヒダルマがどん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 ってやってて、こう階段みたいなとこから転がってっちゃってるみたいな、そういうことなんだ。いや、わかんないけどね。でもね、この箱から出ちゃったのかもしれないです ね、確かに転がりタックルっていう技もあるしね、もしかしたら拾おうとしてくれてるのかもしれない。優しい、心優しいですね。デザインがなんかおしゃれですね、すごく、うん、で、お、八作先生来た。前の相手の番に自分のポケモンが気絶してれば使えて、自分の山札を上から8枚見て、その中から3枚好きなカードを加えられちゃうっていうカードですね。まあ、3枚加わるからその番の自分の動きを結構強くしてくれそうだよね、うん、8枚も見ればね、狙いのカードは結構ありそうですしね、うん、イラストもね、この後ろに描かれてるメタモンとかデデンネとかね、イラストめっちゃ可愛いですね、うん、そして鉄の包み、うん、勢いを感じるイラストですね。ラッキーです。可愛いよな、このイラスト、ね、日向ぼっこしてるような感じがありますよね、うんうん、いいね、そよ風が吹いてそうで、うん、で、サンドパー、おー、めっちゃ爪を立てるっていうね、迫力がありますね。で、イルカマンです。特性マイティーチェンジでイルカマン EX と入れ替われるということで、イルカマン EX で機能軸となりそうなカードですね。そして、お、ナミイルカ来ました、うん、お、ペロッパフ、お祭り温度持ってます、うん、これもね、なんかめっちゃその後ろの綿飴みたいなのがさ、ペロッパフのシルエットと似てて、すごい可愛らしいですね。そっと乗せるダメ感を乗せるんですね、これは、うん、これもお祭り会場ができたら2回使えるんで、ちょっとした調整に良さそうですね、うん、はい、ローブシンです。あ、なんかめっちゃ目力強くないですか、うん、影がね、あるからちょっと怖い ね、いや、されちゃう、この距離で見られたら動けない気がする自分が、うん、はい、そして、お、素振り来ました。素振りも好きです。で、ランプラ、うわ、なんかふわっとしたイラストですね、うん、ちょっとまあ幻想的でもありつつ、うん、やや怖い感じでもあり、はい、いいですね。で、お、ハンディサーキュレーターでした。ライチュウメカは10パック開けていきます。で、まず1パック開けてみます。よいしょっと。はい、まずココドラから登場です、うん、そしてホイーガ、すごい、めっちゃブーンって回って動いてる感じが、ね、回転が伝わってきますね。そしてコアルヒ、いいね、かわいい、めっちゃ、やっぱね、このコアルヒの目に光が入ってない感じがね、めっちゃ好きだ、ゆるいよね、うん、線もさ、白くてさ、おしゃれじゃない、うんうん、これかわいいイラストですね、うん、コイキングらしきね、この水を出すものがあって、うん、そして水を出すこれなんていうの、これ、なんだ、これはなんだ、石像、あ、まあ、水を出す石像がありまして、うん、そして、はい、いいね、レアリティレアですね、いいじゃん、はい、こちらもアドレナパワーでね、うん、HP も技のダメージも上げられちゃうってところが面白いポケモンであります。強いな、グッドパンチっていうね、技の名前いいですね、いいですね、いい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 ね、はい、そしてお祭り会場来た、はい、じゃあね、4パックを一気に開けてみました。い、はい、バルビートですね、あら、かわいい、はい、ルージュラ、うん、お誘いキッス、山札からポケモン出せて、まあ、エネルギーもそっちに移せるというね、効果ですね。ドテッコツ、ゲンコツしてるんかな、ゲンコツはしてないんじゃない、まだ、あ、バカ力じゃないこれ、コツを持ち上げているのか、うん、でもドテッコツがこういうポケモンだって話はありますね、うん、おオーガポン、イドノベン EX、好きです、はい、いいな、オーガポン EX はね、集めたいところなのでね、うん、いいですね、うん、
このねお面が私一番好きです。あ、そうだ、僕は石杖の面が好きです。僕はまあ緑の面にしときましょうかね。じゃあ竹地はかまどの面だね。そうしましょう。はい、続いてエテボース、いけずの尻尾、うん、手札を山札に戻してくる、うん、エアーム、おーかっこいい、ピッピッ、これかわいいね。足がさ、かわいすぎない、そうそうそう、チュンってこの歩いてる感じね、かわいすぎ、うん、ドラメシア、ちょっと恨むよ、うん、いい、おー、これよ、めっちゃ綺麗、いいですね、これね、うん、風情がありますね。いや夏の日って感じ、はい、風鈴も飾ってある中にチリンがいていいですね、うん、虫取りセット、うん、夏の日、夏ですね、うわーですごいな、夏の日違うやろ。ニョロも夏の日、もう全部ね、これは確かにここに映ってんのさ、よくない、うん、これめっちゃ可愛いよ ね、ボクレ、おー、え、バン、うれいやつレーパーのやつ、やばめっちゃ、めっちゃ見たかったやつ、ありがとう、ライト、これイラストいいよね、すげー、うん、なんかさ、こうキリッとしてるのがかっこいいですね、スタイリッシュ姉ちゃん、うわ、目がね、キランってしてますね、うん、なんかポージングもめっちゃかっこよくない、うん、これはいいよ、今回もなんかクールだな、うん、先行最初の番でも使えちゃうサポートっていうのがね、カードの効果としては特徴的ですよね、いいなということで、スーパーレアがね当たったよん、最高すぎ、ぜひ俺好きなんよ、俺も好き、ラッキ ー、 ラッキー、いやでもラッキーでしたよこのゼイユが、ねね、君のおかげか、イルミーゼ、イルミーゼ、バルビートいたよね、はい、この2匹がねちょっとこっちかな、ここがいいかな、うん、え、めっちゃ可愛い、そうバルビートがねイルミーゼの方追いかけてってるんですね、はい、仲良くしてください、では続いて雪目の子、これはいてつくと割りがなかなか面白い特性でね、うん、ダメ感はじわじわ乗せていけるので、まあ、じわじわ追い詰めるのもいいし他のポケモンでね倒す補助もできちゃってね、うん、いいですね、そしてスワンナ、おー美しいですね、じゃあ残り5パックあるんでね第1メカは、はい、見ていきます、夏のこの顔を見てるね、とてもひ弱って書いてあります。かわいいな、ね、目がキュルルンしてる、いますね、ここに守ってあげたくなるね、そんな子です。そしてひまわり、進化した楽しそうですね、うん、日差し返しはね炎エネルギーが相手の場にあるほどダメージアップということで、お、まあ炎ポケモン主体のデッキに強いですし、炎エネルギーを使う悪タイプのリザードン X ね弱点をついて大ダメージを目指せると、いいっす、鬼の仮面、名前にオーガポンとつくポケモン EX 同士をねトラッシュと場で入れ替えられるというね非常に強力な効果になってます、うん、いろんな戦術が考えられますよね、カイデ、かわいい、かわいいイラストですよこれ、うん、空を飛んでます、この空のね描き方というか、ね、絵本風でいいですよ ね、 ね、風がなんかシュッとなってる様子がいいですね、ヒュルリヒュルリって感じ、うん、カジキ、あ、かわいい、これちっちゃいよサイズがね、後ろのねリンゴと同じぐらいのサイズですよね、これいいイラストだな、うん、かわいい、オーロット、おー、ハピノスイックス、ポケモン X 出るねこれ ね、 ね、ハッピースイッチは本当に便利で、まあ、いろんなデッキでねエネルギーを付け替える効果として活用できますし、うん、ハピナス EX 自身が戦っていくデッキなんかもかなり耐久力と安定感を持ち合わせた強いデッキだと思います、うん、表情がいいですね、ぬってして、そう、好戦的だよね、うん、結構ポケモンたちを回復してあげるようなことが多そうなねイメージありますけど、うん、戦ってるムードもいいです、そして HP が大きい、うん、はい、ペロリームのペロペロリンペロペロリン、かわいい、まあ、技名好きね、これはね、うん、おー、カイデン来た、カイデンは、うん、これ海の中ですか、まあ、すごい、ジャポンと入ったところ、うん、電撃がまあ生えてるよね海の中で、うん、うわこれ綺麗、光らせると、ね、うん、いいですね、うん、続きまして、おあゴリランダ来ましたね、ドラマーポケモンヨピフットもにっこりというところで、にっこり、第一メカの開封終了、では最後にヨピフットが10パック一気に開けていきます、オープン、サンド、サンド掘ってますね、うん、仕込みがなんか細かくない？うん、砂の質感とかすごいね。ね、うん、なんか粒子感がね伝わってきます。うん、砂場。あ、可愛い、編みぐるみみたい、可愛いです。ドラメシア。うん、おお、ドラメシア。
ラネシアからのね。すごい、この子は強いですよ。そうだね、やっぱり弱点がないし HP も大きいし、うん、技もね200ダメージ出しながら、まあ、相手のベンチポケモンもね弱らせていくことができます、うん、HP60 の種ポケモンとか倒すしね。はい、いや幸先いいですよ。ドロンチ、この特性強いよね、うん、安定感をね上げてくれる特性になってまして、まあ、ドロンチがたくさん並んでいればその分偵察指令使えるんで強力ですよね、うん、あとドラメシアがめっちゃ可愛い、うん、無邪気、ね、なんか可愛い、うん、さあ続いてフーディー、え、すごっ、すごい、なんかバチバチバチって感じよね、うん、だしなんか後ろの木森の感じもさ、すっごい怪しいですね。ね、後ろに満月もあって、このね、満月の光なのか、輝いてますよね。うん。雪わらし、かわいい、ニコニコなんですよ。寒くないね、ここだったら。うん。自分でね、この鎌倉作ったのかもしれませんね。すごいね。うん、にひってしてる。うん。タモネギ。あら、まあ、特性もね、ポケモン道具自身につけられるんで、うん、いろんな使い方できそうですよね。うん、キラフロ。うん、ジャミングタワー出ました。これも強いよな。そうだね、今やっぱりブーストエナジー古代とかブーストエナジー未来とかヒーローマントとかたくさん強いポケモンの道具ありますから、まあ、効果をね、まあ、なくす非常に強力なスタジアムです。ボクレマシマシラみたいな。マシマシラ、確かに、うん、ドテッコツアズマオ、うん、おお、ラッキーのアートレア、かわいいやつ出ました。なんかみんな可愛い。そうだね、手投げに働いてますね、うん、ラッキーね。でそれを見るメタモンとコダックとマダツオミ。マダツオミ、うん、ハピナスもね、なんか頑張れって言ってる感じする、ね、うん、ハビゴンは寝てるし、ね、うん、可愛さが詰まったイラストになっております、うん、アートレア良いです。はい、ピクシ綺麗めっちゃ。後ろのお月様がやっぱ綺麗でいいっすね、うん、指を振るがあればめちゃくちゃ強い相手の技とかも使えちゃうっていうのがね。そうだね、いいですね。おててと足が一緒にピッて上がってるのが可愛い。俺この動きできるかな。だって片足でさ立ってるから。頭使いそう、これ難しそう。シャリタツ、シャリタツ来ました。客寄せがね非常に強力で、ポケギア 3.0 に似た効果を持ってますよね、うん、まあ、これが毎晩使えるってんでね、客を寄せてくるぜ。あれシャリタツの気概が感じられる効果ですね。まあ違う人があるんだけど、うん、なんか似てるな。なんか寿司桁に見えてきました、この石が。確かにこれでも汎用性高いんだよね、うん、緊急ボードとか持たせながらうまく使ってあげてほしいですね、うん、さあ続いてお囃子笛出ました、うん、まあ相手のベンチをね圧迫させるみたいな効果も強いですしね、はい、相手の山札が減っていくってことも一つ強いポイントですね、うん、ヒードラン、すごっこれ口なんか、すごい、なんか迫力が伝わる。顎外れないんすかね、この勢い。相当温度高そうなね、マグマみたいなものを出そうとしてます、うんね、熱い感じがイラストのタッチから伝わってきますね。はい、なんせね、技のダメージはだったら火傷にしていきますからね。うん、熱い熱いですね。バルビーとポケモン回収サイクロン、エーススペック出た。これは昔から強いからな。そうだね、まあ、さっき出たハピナス EX みたいなね、耐久力が自慢のポケモンをね回収してもう一回耐久力を押し付けるみたいな使い方も強いんじゃないかなと思います。3つでねこの効果すごいよね。そうだね、うん、エーススペックのカード来ました、うん、ヤバソチャ、そうだ、こう緑のメイン X と一緒に使いたいアタッカーと言えるでしょう。そうだね、打ち負けちゃって言いたいもんね。そしてハンディサーキュレーターでした。ということで今回1ボックスを開けてダブルレア以上のカードとエーススペックのカードを取り上げてみました。動画の一番最初でこれ見たいなって言ってたゼイユ来ましたよ。すごかったね、これ嬉しいですね。今回1ボックスを開けてダブルレアのポケモン EX が4枚出たんだけど、うん、そのうち2枚がねオーガポン EX2 種類でしたね。これはね4枚集めたくなっちゃいますね、うんうん、ということで本日は拡張パック変幻の仮面を発売前に開封していきました。こちら4月26日の発売なのでぜひお楽しみにお待ちください。この動画面白かったよって人はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。お願いします。それでは皆さんまた次回、バイバイ。